プロ野球、パ・リーグのベストナインと、オルデン・グラブ賞をダブル受賞した楽の銀次選手が来シーズンの契約を公開し、推定年俸1億円と、初めて大台に乗せまし。プロ12年目の銀次選手は今シーズン、43試合すべてに出場し、打率2割、分、陰、60打点といずれも昨シーズン、上、打ほか、得点圏打率はリーグ2位。3割6分9厘と勝負強さが光りました。リーグのベストナインに選ばれた、か、守備の優れた選手に贈られる、コー、デグラブ賞も初めて受賞し、攻守、渡りチームに貢献しました。銀次、守、8日午後、仙台市内の球団事務所で、シズンの交渉に臨み、いずれも推定で、4.0万円アップの年俸1億円と、はじめ、大台に乗せました。交渉の後銀次、守、今シーズンは個人としてタイトを、ストリ、クライマックスシリーズで、ファーストステージを突破していい経験、できたと振り返りました。その上で、シーズンに向けて、東北のためにも、援してくれるファンのためにも、誰より、活躍して輝きたいと意気込みを語ります。